本当にたくさんどうもありがとうございました。全国から来てくれてありがとうございます本当に今日は缶バッジを作ってきました。みんなもらっていただけたでしょうか。初めてなんか缶バッジ作りました。初めました。1分ぐらいのパペットアニメ。これマウスでなんかこうビリビリってやったら適当にやったらこんな感じでイラストレーターの使い方まるで分かってないような、なんかそうビリビリってやったらあこんなっちゃったあでもいいなとか思ってでピンクにして、で岡部さんのやつは紙に画用紙に色鉛筆で書いてくれたのをなんていうかな缶バッジにしたんですけど、すごく多分岡部さん的にはすごくいい出来だったと思うんでね。リハの時にドラムのとこからなんかチラッチラッってなんか原画見せてくれるんで、ね、これやねこれちょっと薄かった目でもいいの。あ、でもよかった、なんか思ったよりずっと綺麗に出ててよかったと思います。幽霊っぽくていいですね。はい、岡部さん絵が上手で妖怪の絵とか、 なんか名前のない生物の絵とか好きですけど好きなんだよね。名前あるようですよ。あ、何？いろいろそのあ、いろいろ、こっちはないの？あ、ないね。あ、ないんだ。で、清野くんのやつはなんかキャンバス地っていうんですか、油絵のなんかあれに書いてくれたんだよね。その、なんていうかキャンバス地って布、なんていうの、この生地ほで、書いたから、それがうまくこう缶バッジになったり、なんかそんな感じ出たらいいなと思ったらなってたからよかったなと思って何か言ってくれよで、そんなんで、もしまだ予約されてて受け取ってない方はいつでも言ってください。私今日缶バッジ班長なんで何でも受けたまります。そしてちょっとだけ残ってるんで、これをじゃあちょっと終演後売ろうかなと思ってこれうん、そう1個いくらにしようか。3000円、商売にやる。そう、100円ぐらい100円とかでよかったら買ってください。あと CD をみんなのやつ持ってきててよかったら聞いてほしいから買ってください。で、このメンバーでこの間レコーディングしたやつはビッグアップルで全部撮ったんです。まだちょっと残ってるけど、それを来年の3月に出せたらなと思ってます。で、3月の16日にここでリリース記念ライブをやります。ゲストはネクストオーダーの皆さんです。ネクストオーダーマジで来てくれる。あ、ネクストオーダーっていうね、それ今から課題来年までに考える。聞こえへんもん。一緒にやんないよ別に。うん、対バンで。ゲストじゃないじゃん。ああ、一緒にはやれないんで、そういうバンドがあって、ネクストズそういうバンドがあってね、それでネクストオーダーっていうバンドがあって、今、ほんでそう何回も言ってるんですけど、頭の中に。ネクストオーダーっていうバンドがあって、4人で、
ギター、ギター、ベースドラムっていう編成で、どういう音楽でしたっけ？ハードコアジャズ。あ、なんかそんなで、そのギターの一人が西野くんで、なのでその日は多分西野匠祭りになると思います。お願いします。じゃあ、まあ、その前にちゃんと完成できることを頑張ります。じゃあ、そんなのかな。言いたいことある人はいないですか。何やるの。あ、じゃあ、最後に、青空っていう曲を、まあ、青空はすごくなんかこう平和な感じでいいものとしてなんかいいんですけど、時々すごい怖い時があって、なんかこうなんか黙ってなんかこう冷ややかな見てる、その時はすごい怖いなと思って、そういう歌です、最後まで伝わらなかったか歌ってみます。